皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。うわお、はい、森有です。本当に森有です。森崎アリスです。森有です。森有こと森崎アリスです。の16歳森有こと森崎アリスです。こんばんは、こんにちは、おはようございます。はい、私森有ピンクを卒業しました。これは拍手をしていいのかわからない、どうでしょうか。まあ、これはちょっと今日はねこんな感じの髪型なんですけれども、別にお化粧も特にしておらず、はい、頑張ります。そこは頑張ります。でですね、私なんでピンクをいきなり卒業したんって、あんだけピンク言ってたやんぐらいピンク星人だったんですよ。私自体ね、このいつも毛先にちょっとピンク入ってたりとか、このここの毛先にピンク入ってたりとか、基本的にピンクをなくさない生活だったんですよ。髪の毛自体にも10年ぶりぐらいにピンクをなくして、なんかすごいなんか違う人になった気分です。特に別に理由はないんですけれども、まあ、とある撮影がありまして、まあ、それはオンエアするかどうかは分からないんですが、ちょっとお仕事でちょっとピンクはねって言われてですね、なんならじゃあ染めちゃいますみたいな感じの、はい、感じでこうなったんですけれども、高校時代に戻った感、高校時代の写真載せておきますね。こんな感じだったんですけど、まあ、これぐらいしか写真が残ってないんですよ、携帯壊れちゃって。はい、なので多分私のこういうもうほんとピンクがない髪を見るのはみんなはマジでって多分なってると思うんですけど、大丈夫です。私も起きた瞬間にえ誰だろうってなるんで、ピンクの髪に見慣れてるから起きた瞬間こうさ起きてってさこうんってなるんですよ。一回ね自分の顔見てあそっか染めたんだっけってなってるんですけど、意外とまあでもミルクティーなのでそこまでこうなんだろうな暗い髪っていう感じではないんですけどね。でも私の中ではすごい暗いですよ、この髪ね。この髪めっちゃ暗いんですが、いやーもう本当になんか変な感じ、もなんかもうそわそわしてます。すごい盛り上がりピンク卒業するってよみたいな感じの回でございました。いやでも卒業したんですけど1ヶ月くらい、まあ夏をこれで楽しもうじゃんみたいな感じの気分で、はい、進んでいきたいなと思っておりますので、1ヶ月ちょいしたらまたピンクに戻りますので、はい、まあ好きなだけ好きな格好して好きな色をして私は生きていこうと思います。はい、ではでは無理やりでございました。ただ本当その動画です。ピンクじゃなくなったよっていう、なんかこう写真とかもインスタとかツイッターとかもそうなんですけど、写真出したいんだけどもうこの色だからなんか出すに出せないなと思ったので、一応発表だけしておきたいと思いまして、こんな感じでいつもの感じでこうやってやらせていただきました。はい、どうでしょうか皆さん、ちょっとはい厳しくない程度にご意見ご感想をいただけたらなと思います。はい、それでは森有でございました。皆さんせーのおつわり、バイバーイ。